皆様こんにちは2019年公認会計士試験論文式試験素勢法の解答解説講義を始めさせていただきます担当はレックス専任講師の高田ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、皆様本試験の受験本当にお疲れ様でした手応えの方はいかがでしたでしょうか今年もですねもうあの例年と同じくらいのこうボリュームがある本試験でした ですので、えー、一つはですね、えー、取捨選択というところができたかどうかというところもね、あのー、勝負どころになったと本試験だったのかなというふうに思います。で、ちょっとですね、プレゼンターの方に切り替えさせていただきまして。 えー、好評ということで、ですねいつも入れさせていただいているところを少し、ね、見てから内容の方にに、ね、入っていくことにしましょうで。やはり先ほども申し上げました通りその時間、ね、2時間という、ね、試験時間のとの兼ね合いでもうどうの部分を捨ててねその次の問題に潔く進んでいくかというところがね一つ、まあ、の勝負どころだったというところが、ね、ありました。 でもうちょっと具体的に見ていきますと、ということで、ちょっとですね私が指で示していって恐縮ですが、第1問の理論の問題に関して、まあ、すぐねこのあと見ていきますけれども、少しね、あのこう譲渡所得の特例の部分だったり、それから解散した法人の残余財産のね内容だったりというところで、ただ、きっとあの問題を読んで、 結論は分かったと思うんですね。あの、普段ね、え、等連等もね、勉強してきたという方においては、結論は分かった。けれども、こう、回答すべき根拠条文を、あの、条文集から披露、もしくはそこをマークして、え、いなかったがためにですね、その本試験の時にすぐ出てこなかったと、ね、え、いうところ、まあ、そこのところがね、え、少し、あの、難しいというふうに感じさせてしまうところだったのかなというふうに思います。あとはね、また理論の時に、 申し上げますがあの事業年度ね、えー、いつの事業年度のことを答えればよかったんだろうなんてねいう、えー、お声も聞いていますのでまたその点に関してはああ、ねえー、後ほどの解説のところでお話しさせていただければと思います。まあそうういっったととこで、えー、こう2点ほどちょっとこう 難しいというね、えー、内容はありましたけれどもきっとあの皆様においては結論はね、えー、分かった、まあ、理論の問題ではなかったかなというふうにね思います。そして計算問題に関してちょっとねその難しいところだけを見ていきましょうということでまあその法人税法に関しては。 あの原価償却の資料の中にですよね、適格分割、ね、により移転する資産の原価償却の関係、あの届けでしょう、うんんのところがありました、あこれ届出書、ね、届けでしょうに関しては、ちょっと触れてなかったよと、ね、いうことでね、そこのところはやはり、ね、判断はちょっと、ね、できなかったのかなというふうに思います。それからあとは小さな問題ですね、問いの3番というところでしたでしょうかね、法人税のね。あの え グループ法人税制の問題で、ねえー、法人株式にかかる寄付修正の箇所、ここはもうあの最大級に難しいところでしたので、もうそこはできなくてもあのいいというふうに、ね、お捉えください。他のところでどれくらい取れたのかなというところで、ね、勝負が決まるというふうにお捉えいただければと思います。からあ2税目,目ですねね所得のののの計算に関ししては少しこう 5, 円超の、ねえー、接待飲食費の問題の記述で この辺りがこうちょっと実務の知識がないと迷った部分だったのではないかなというふうに思いますからまあ所得税に関しても少しこうボリュームがありました難易度的には前年とあのそんなにただそのボリュームが増えたというところとかあとこういう、ね、その実務の知識がないとちょっと判断しづらかったというところでこうあの難しさを感じてしまうという,、ね、いうところがあったのかなと。から消費税に関しても、ね あの仕入れ税額控除の計算のところでですね、まあ、特にあその判断しづらかったなというふうに思われたところはそのソフトウェアのねリース料についてリース料総額をもって計算するという点に関してがね少しこう判断の中では難しかったところではなかったのではないでしょうか。 で合格ラインも、まあのね、えー、最後のお話ではあるんですけれども先にお話しさせていただきましょう。まあ合格ラインとしましてはね理論四十パーセント、計算三十六パーセントというふうにですね、えー、出させていただきました。ですからまあ素点にするとおね理論に関してちょっと下の方に書きますが十六点から二十点とね、えー、いうところではなかったでしょうか。それから計算ですねまああの三十六パーセントとねいうふうに書かせて いただいていますので、まあ、ちょっとそれと比較するとね高いとは思うんですが、それと比較すると高いとは思うんですが、まあ、法人税に関してが15点、まあ,あ未満とねいうところですかね。から所得税に関してはま7点くらいを取って、そしてちょっと右に行きます。すみません、消費税に関してはちょっとね5点くらいだったのかなと。 ね、いうところのラインからですよね、えー、合否が決まるのかなと、まあ、これ合計しますとだい大体、ね、45点から47点と、ね、いうところになりますので、まあ、それでもちょっと高いのかもしれませんただこれを取れていればまあ確実と、ねえー、いうことで、ねえー、少しそのようにお話をさせていただければと思います。 それからあの皆さんですね、あの毎年ご要望いただいていまして、あのランク付け、ねえー、今日あのしてきましたので、理論見て、理論のランク付け、そして計算見て、またその都度ね、計算のランク付けという形でですね、ランク付けのあね部分に関してもあのご紹介できればというふうに思っています。それではではすね えーまあ、ちょっと総まとめから始まりましたが画面の方はまずは本試験の、ね、理論の問題の方に切り替えさせていただきます。でもう皆さんね一通りお読みいただいているという前提でお話は進めさせていただきますことご了承ください。 やはり今回もですね特にこの一段落目のそのいわゆるこの事例の事案の前提、ねえー、となる内容に関してちゃんときちんとね読んだ上でまたさらにね、えー、事案の内容を読み進めることができたかと、ねえー、いうところも一つねポイントになったでしょうそしてちょっとね問いの方からいきましょうか。 問いを見ていきますと今回、問1から問3に関しては法人税法上どのように扱われますかというふうに聞かれているそして問の4に関してはその P が譲渡した上場株の取得費の金額はいくらですかと。 でで根拠条文を示しつつね論じなさいと、ね、いうことで、まあ、1問目から3問目が法人税法の内容そして4問目に関してが、ねえー、所得税法の内容というね、えー、まあ第1問の問題1と、ね、いうことでした。 そして、また前後して恐縮ですが、事案の方に戻らさせていただきまして、二段落目のところ、ここからこの問いの1に関してですよね、A 社が行った現物出資。 ね、A 社において、でこれ、A 社においてとあるところもやっぱり気をつけて読みたいところですね、法人税法上、どのように扱われるかと、ねえー、いうことで,で、ここのですよね、あのー、事案を読んでいきますと、今回、根拠とすべき法人税法第2条12号の14路の、ねえー、要件、これがですよね全部満たされるんですよね。 ですからあそこに、ね、気が付いて法人税法2条12号の14路を、ね、根拠として引っ張り出してそして的確現物出資となるとでただ今回聞かれているのは法人税法上どのように扱われるかですから的確現物出資となるということとあとはその所得の金額の計算に関して論じれれば、ねえー、よかったところに、えー、なりました。 回答の方ですね移してまいりますが A 社が行った現物出資こちら法人税法2条12号の14路によりですね的確現物出資となるとしたがってもう1つのですよね根拠としては、えーえー、同じ法人税法の62条の41項ですねにより A 社は B 社に移転した資産債について的確現物出資直前の帳簿価格によりですよね的確ですからね母価によって譲渡したものとして。 そしてここが難しかったとね皆さんおっしゃってたところいつの事業年度のことなんだろうと、ね、いうことでそこを論じるかどうしようか迷った方も中にはいらっしゃると思うんですでこの、ね、問いの1の内容に関しては29年5月10日にということでですよねいましたので平成29事業年度の所得の金額を計算すると、ね。いうね、えー 回答ができれば良かったところでした。で、ただあのー、その。 この後も、ね、問いに問いさんも同じようにですね続いてきますがいつの事業年度なのかというところねあのいつも私が申し上げてきましたあの100%自信がある時だけ自信あの迷った時ですよね100%自信のある時だけ書きましょうとね申し上げてきたそ ここにねえー、ここの部分ってあの少し当てはまるのかなというふうに思うんですですのであのここが書けなかったからと言ってねあのー、他のところがきちんとかけていればあのここにすみませんその部分点があその 採点、ねえー、の中で入っているかどうかですとそれはすみません私も分かりませんけれどもあのここが例えなかったということであってもちゃんと他が書けていれば部分点としてですね入ってくるのではないでしょうか。ではですね問いの2番見ていきましょう。 えちょっと問いの方から見ていきますが、A 社が従業員に対して交付したあ、ね、譲渡制限付き株式ということで、これが法人税法上、どのように扱われるかとで、事案の方ですね、ちょっと戻って見ていきますと、上から3段落目のここの一番、うん、終わりのところですよね、その譲渡制限が解除された平成30年分の給与所得として課税されたと。 もうこのあの従業員の方についての課税上の帰結がもうここに書かれているんですよね。給与所得として課税されましたよということは、ねえー、今回聞かれているのは法人税法上つまり付与した会社側の取り扱いが聞かれていると。 従ってではねまた回答の方で見ていきたいと思いますが A 社が従業員に対して交付した譲渡制限付き株式は、ね、法人税法54条1項これね出せたかどうか従業員においてその役務の提供につき給与等課税額、ね、ここ譲渡制限付き株式ですから給与等課税額が生じることが確定した日において。 えそんな役務の提供を受けたものとすることから、あ法人税法二十二条三項二号によって、A 社は平成三十事業年度のごめんなさいここをこうしてこうしましょうね平成三十事業年度の所得の金額の計算上上と制限株式を対象とする費用を損金の額に参入すると、ね、ええー、論じれればよかったというところでした。でこちらも。 えっとそうですね、えーっと、29年6月の1日交付して、1年間譲渡制限されていて、そしてと、ね、いうことですので、ね、この給与等課税額が生ずることが確定した日のね、属する事業年度ということでね、平成30事業年度と、ね、事業年度を書く場合にはそうしないといけなかった。 とと、ね、いうことでしたそして、えー、問いの3番に関してはあの国庫補助金の,、ね、あの圧縮基調の関係ですよね。 ですのであの計算の知識を思い出してきちんと益金の額損金の額ね、えー、と分けて論じることができればよかったところでしょうもうちょっとこちらは回答の方ねダイレクトに行きますで B 社交付を受けたここ助金二千万円に関してはですね法人税法二十二条二項によって二十九事業年度の取得の金額の計算上益金の額に算入で一方 B 社がですねそのおねここ助金によって取得した固定資産は四十二条一項によって法人税法ですね取得年、ね 当てた高校補助金相当する金額の範囲内でえ帳簿価額を損金経理により減額することから平成29事業年度の所得金額の計算上2000万円損金の額に算入するということできちんと益金の額ね損金の額と法人税法上の取扱いはというふうに聞かれていますから、ね、両方ですねえかける必要があったとねいうところでした そしてこのの問いの4番ですねちょっとまた問題戻って一番下ですね切り替えさせていただきますが P が譲渡した上場株の取得費の金額はいくらですかということで今回ねその外国提出時課税の規定をねの適用をもう受けてで日本国内でその譲渡所得の、ね、取り扱いと、ねえー、いうところが聞かれていました。 であの皆さんねこちらの事実の4番お読みになっていく中でそのえっと今回で条文でいきますと所得税法60条の4ねそこはあの日頃の勉強の中で未学習であったとしてもそのあこれあのもうね、えー、こ国外転出の。 その課税制度に相当する制度があってで同じ制度のもと同制度のもとでということであったところであ2億円だなということはねきっとお分かりになったと思うんですただ根拠条文がねうあの出せなかったと言ったときにさあこれをどこまで書いたかと、ね、いうところが、まあ、の勝負どころだったのではないかなとですからあの今回、ね、この60条の4 外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得の特例のねこの条文が引っ張り出せなかったとしてもあのいかに粘ってね、えー、その取得費の金額はちょっと波線引きます。結論2億円とすると とりあえずそこだけは書いてきましたということでねあの粘ることができたかどうかという、ね、ところではないかなというふうに思います。もうここが書けなかったというところでねあのそこを攻めるところではなかったのかなというふうに思います。そししししててランク付けとと先ほど申し上げまままたちょっと画面切り替えまして、ねえーまあ 1> 問1、問2、B ランク、問3、ね、国庫補助金に関しては A ランク、そして今の、ねえー、問の4番に関しては C ランクと、ねえー、いうふうにつけさせていただきました。ではあ、ねえー、問の1は以上としまして続けて問2、ね、見ていきましょう。画面の方を切り替えさせていただきます で、えー、こちらに関してもねやはり一段落目のね、えー、きちんと前提を読んでそして答えることができたかというところでですね、えー、では早速この、ね、問いの丸の一番なんですけれどもちょっとしていきましょう A 社が B に対して放棄した貸し付け金債権の額はとで A 社において損金の額に参入すると。であのー、正直ですねあのすごくあの私もですね考えました。 いろいろですね聞いてですね、えー、で、エレックとしてどういう、ね、回答にしましょうかとなりまして結論を申し上げますとこの、ね、放棄したあ 貸付金債権の額、寄付金の額に該当という結論とさせていただきました。と言いますのは、ではちょっとですね解説の方を移していきます。ちょっとね字がねあのちっちゃくてあれなのであの全部ちょっとこう移すというよりもですねちょっと一部一部移すという形にさせていただきたいと思いますがあの貸し倒れ損失ね、ね形状が認められる場合法人税法ですよね。 であのその法律の規定により金銭債権が切り捨てられた場合回収不能の金銭債権の貸し倒れの場合から一定期間取引停止後、弁済がない場合とで法律の規定ではないし一定期間取引停止、ま、あのというよりも利息の支払いが滞っていた。 とというね、えー、文言が1つあるのとそれから、あこの、えっと、ごめんなさい1、2、3、4段落目ですね、ちょっと事例の4段落目に戻らさせていただきますが、その A 社は B 社の資産状況に鑑み、B 社に対する債権全額について回収不能であることが客観的に明らかと判断して、えー、債権全額を放棄することとしたということであるんですよね。ととするとその資産 計算状況だったりにか,あのから見てですね金銭債権の全額回収できないことが明らかとなる場合ってあの計算の学習の中で勉強してきた内容としてちょっと解説切り替えますがあの法人税あごめんなさいえっと基本通達の内容でですね9の6の2というところつまり回収不能の金銭債権の貸し倒れの場合と、ねえー、いうところに当てはまると。 で、その時は金銭債権の全額ですよね。貸し倒れ損失の額にすることができるというね。これ、任意の規定でした。ただし、こう計算のところで少しね見たと思うんです。けれども、貸し倒れ損失をね。会社の方で主張すると必要上ですね。損金計量必要あのごめんなさい。損金計量をしていることが要件でもありましたよね。 けれども今回ここの事例を読んでいきますと事案を読んでいきますと損金経理 A 社がしているという話がないんですよね。なのでそこをあの根拠にえっとレックの方ではでは回答を切り替えさせていただきます。でこのね放棄 A 社があの B 社に対して放棄した過失金債権の額は寄付金の額に該当と。あとはですからそのねあの寄付金の あの損金参入限度額を超える部分は損金の額に参入しないけど限度額までの金額は損金の額に参入するよというあとはねくだりで回答を作らさせていただいています理由はそのような理由です従って限度額までの金額は損金の額に参入するということですから法人税法二十二条三項二号そして三十七条一項七項とねいうね三つを根拠として挙げさせていただきました。 そして、えー、続けて丸の2番いきましょう、もうこちらはねあの支払いを受けた保険金、人所得の総収入金が参入される、もうこれはねすぐ×ということで、ねえー、給与が支払いを受けた保険金は非課税と、えー、所得税法9条からですね引っ張って9条1項17号、ねえー、上げられればよかったところでした。そして続けて丸の3番ね、ねこちらもすぐ問題見ていきます。コンンササルティングサービスについてですよね 通常ごめんなさい、えー、とコンサルティングサービスについて通常支払えるべき対価を駅金の額に参入しないとしないという記述ですが無償による駅務の提供を、ね、行った場合における駅金の額は、ね、金の額に参入でしたよねですからあの22条の、ね、2項のところを思い出してですね 参入しないではなくて正しい税務処理は参入するということで。 でえー、ここもですね22条2項は、ね、引っ張り出せたと思うんですけれどもここは難しかったと思います22条の2ですよね今回の試験からねあのこの22条の2が少し、ね、あの試験範囲として入ってきました22条の2収益の計上の、ね、金額に関する規定ということでねあの、まあ、このお22条の2の4項もお合わせてあげるというのが回答なのではないか。 とね、えー、見ていますけれどもまあ、ここもあの22条の2の方が挙げられなかったと言ってもねおそらくまあ部分点はあ来るのではないかなといね、えー、いう予想ですそして、えー、丸の4番ですが消費税に関して返還、えー、した対価にかかる消費税ね、えー、これ30事業年度において消費税の計算上控除するとねこれはもう丸と そして条文は条消,費税ね消費税法38条1項上げていただきたかったところでした。売上にかかる対価の変換等をした場合の消費税額の控除の規定とそしてえ丸の五番がねあの残余財産の分配に際して引き渡した資産。 残余財,財産確定時点の価格ですから、時価ってことですよね、財,財産確定のの時点のその時価をもって所得の金額の計算を行うと、あの法人税法はもう原則時価ということですので、うん、これ、合ってるなと、ね、いうふうに、そこまで判断はねあので気になった方、たくさんいらっしゃったと思うんです。ですが条文ををねねその時間内に、ね、これを見つける というところがやはりここも難しかったところですが、やはり丸バツらに関してはもう貪欲にね、あの丸をねつけてきていただきたいところでした。 この62条の条法法人税法ですね現物分配による3の譲渡の規定の中にですよね書かれているということでねえこちら解散した法人の財産のね全部の分配または引き渡しにかかるね譲渡価格がね載っている規定は62条の5第1項ということで回答していただきたかったところでした。 そして、えー、この問題二の方のねランク付けの方も少し移していきましょう。今のね、えー、まあ丸の五番のところがやっぱりね難しいですので C ランクとあとはですねまあ A、B、A、B、E とねということで入れさせていただきました。理論に関しては以上になります。 では続けて計算の方ですね見ていくことにいたしましょう。よろしいですかね。では画面の方ですね切り替えさせていただきまして法人税の内容ですね。問題1問いの1はあのーね、総合問題でしたそして問い2問い3と、ねえー、個別の問題が入っていました。まずはあのー、こちらのですよね 総合問題の方でやはりこの全般的な注意事項のところね あの当連と、いつも通りということではなくてね、ちゃんと読んだ上で、特にこの括弧の7番のところですよね、あ,あの法人税と事業税等ですね、えー、一つき延長を申請してるなというところですよね、あの前年と同じでね、一つき延長の内容があるということは、租税効果のところ、よく気をつけていかないといけないぞということで、ここでね、えー、その点をマークしつつね、ね、えー、次のね、えー、内容、受け配の内容から始まりますがね、ね次の。 内容に進めることができましたでしょうか？では、今、まあ、ね切り替えさせていただきましたが、まあ、受け入れの内容に関してえ、ね、から見ていきましょうか。 でまあ、受け入れの内容に関してはね B 社株式に関してが少し単株の内容があるということ以外のところ A 株、B 株に関してはあの頑張って解きたいところでしたそしてこの C 社株ですよね、調整はなんだということで見ていきますと結、ねあのー、局、あの控除対象外国法人税額この分の、ね、調整なんですよね。 であの60%を所有ということですからあ外国子会社のね、えー、あれかなということでですね、またさらに読み進めていきますと、その X 国の法律においてですよね、えー、この C 社の所得の金額の計算上、損金の額にこの常用金の配当の額がね、参、えーあのー、入されているんですということでやりますから、ということは通常の、あの、外税控除の計算をしていく。 というね判断をして計算をしていかなきゃいけなかったね。外国子、会社配当等の平均負債入額の計算というではなくってね。ここではもうねが、えー、通常の外税控除のあ、あの計算なんだな。なからそこの判断がねえー、c 株に関してはちょっと難しかったところでしたし。しからは黙ったですね。ちょっとあのどうしましょう？ ちょっとランクのついている回答用紙で申し訳ないんですが、ね、受け配についての申告調整というところで,ですよ、ねえー、この外税の内容に控除,外国控除対象外国法人税額の15万の加算を、ね、答えると、そこは、ね、あの迷われたと思うんです。 ですからねあのー、ちょっともうランク付けのものを移させていただいていますがここはね、あのー、C ランクというふうにさせていただきましたまあ、ランクの方はまたね後で見ていきましょうですからあの A 株 B 株はね先ほど申し上げました通り A 株は関連法人株式とそして B 株に関しては非社員目的株式ということで判断をした上で頑張ってここはね解いていきたかったところではないでしょうか 関連法人株式等に関してですよね、あのさい利子に関しても中の8番というところに、ね、載っていましたし、そこから、ねえー、すぐに、ね、あの工場さい利子を計算するというようなパターンの問題ではありませんでしたから、ごめんなさい、引きますね、中の8番ですね。ねえー、自分で計算するというタイプの問題ではありませんでしたからね、えー、頑張って,、えー、と切っていきたいところでした。それからここに指示がありますがあ、中の9番のところですね。 所得税額の控除の計算に関しては原則の個別法によって計算するものとしますということでありますからもう個別法の計算をねすぐにダイレクトでしていけばよかったところでした続けて役員給与こちらに関してもですね 180万のね役員給与の日に、ね、この30平成31年3月25日決定の部分のね役員給与に関してはこれも全額否認で加算ですということになりますしから従業員所有に関してですよね。であの従業員所有について あのたくさんね記述がありました、でここ、よくねあの読まないといけなかったところでもありまして、まずね、会社としては、そのボーナスですよね、全員にその総額4500万ですよね、支給することを決定し、その旨、全員に告知し、いいですね、登記待つ、その賞与、全額、えー、未払い費用として計上してますとで貸し方未払い費用とというこですか方と。 ことで上がってるということですよね。そして続きをさらに読み進めていきますと、つまりは一部のね方に関しては翌月のうちにね、えー、支給をしています。ね、えー、ごめんなさいえっ、ー、と支給額を通知ですね。通知をしています。でまあ支給もしています。ただパートの社員の方に関してはこれ翌々月、ね、翌月ね翌翌月ですよね。 ですからこの部分でもうね全額否認で加算という判断ができないといけなくてやはりちょっとここに関してはね少しこう基本通達の内容が入っていればというところにもなりましたから計算の知識として、ねあのー、いうことになりましたから、ね、この判断も、あのー、少し難しいところだったのかなというふうに思います。 から原価焼却,、ねえー、却に関して、きょう最初の公表のところでも申し上げましたが、構築物や、ね、器具備品 H のあたりだからあ一括焼却したのはちょっと気をつけてという,、ね、いう計算でしたけれども、ねえー、その、ね、3点に関しては、ま、気をつけて、えー、きちんとね、えー、問題文を読みましたということだったらね、えー、大丈夫だったと思うんですが、この丸の三番ですよね。 あの原則はあの,機種の母を引き継ぎます、ね、ですが棋中の損金あのつまりその計算のね事業の方でやってきてたあの計算を行う時っていうのは適格分割等による棋中損金経理等の損金参入に関する届けでしょという届けでしょを納税地に提出する必要がありましてそこまで。 あの講義の方でですねこの届出のところには触れていなかったですからもし そしてここをですね通常の総理に計あの今まで、えー、計算の授業の中でやってきたように減価償却の計算をされた方もね中にはいらっしゃってそこで時間を取ってしまったよと、ね、いう方もいらっしゃったかもしれませんが、ね、この届け出のところに関してですよね少しあの触れていなかったと、ね、いうところがあってあの難しいかったところの1つだったかなという,ふうに、ね、思います。原則はか引き継ぎと ねいうことになるんだとねいうこと一つですね解説として説明をさせていただきます。したがってね限度額はゼロで消却超過はねいうことでねもうこの四百五十万をねダイレクトに加算していくとですねいう調整だったとねいうことです。 から一括消却資産の,です、ね、あの計算過程なんですけれども、ちょっとですね、えッ、ー、のお計算過程の方の一括消却資産をさせていただきますが、あの損金参入限度超過額のところね、あのすみません、ここ、ダイレクトに170万と、ね、いうふうに書かせていただいてますが、固定資産、じ却損の40万、それから当期減価償却費130万、ね、それぞれこれ計上していますよということですから、これと、ねえー、限度額等と比較して、超過があれば加算、今回あり ますから20万加算とねえいうことになるということですから建物の火災に関するね、えー、内容が続けてありましたがあこの燃えちゃった建物に関してですよね、えー、焼却調査が前期より繰り越されたものがありましたともうこれもねスパッとね人用減産したいところでした でできましたでしたょうかそれからあとはですよねあの保険再起の,あの圧縮基調の計算ということでね、まあ、そこもあの抑えてあればからまあ時間との兼ね合いでできたかどうかというところではなかったでしょうか,から続けて、租税効果の資料がありましたが租税効果に関してはねあの最初に申し上げました1月延長あるよという、ね、あの注意のところを、ねえー、よく読んで そして、ねえー、あの問題を、ね、読んでいければできたところではなかったかなというふうに思います。から取引先に対する債権の資料を続けて8番、ね、画面の方切り替えさせていただきます。 こちらもですねかっこの1の経営者の方ねあの破産手続き終結廃止したというね通知はないんですいうことですのでね今回、えー、貸し寄損失ね630万に関しては否認ということでね加算の調整をしてあげる必要がありましたこの経営者ですよねから続けて L 社に関しては 債務超過の状態が相当期間ね継続していて、そして、ね、弁済を受けることはもうできないと認められて、取締役会において放棄することを決議して、通知書を送付して、ね、通知書を送付して、そしてね、全、えー、額、えー、ごめんなさい、えーっと貸し、前期よりね、貸し。 貸付金と同額のこの貸し引きを計上しているけれども申告調整により全額加算をしていますということで、ね、ありました。ですのでこちらに関してはですよね貸し倒れ損失認定損で、ね、この2600万を減、ね、産調整するという必要があったところでした。 ら棚卸資産に関する資料のところもね、括弧1、括弧2、ねえー、判断をね、えー、1回読んだところでね、ぱっと判断ができたかというところと、あとはこの P の評価損否認をね、えー、500万加算、ねえー、調整ができたかというところで、ここはね、あのー、ここまで読み進めることができたということであれば、うん、取りたいところだったのではないでしょうか。 そうですね。 あと税額計算に関してもね所得税額控除額および復興特別所得税額控除額を記載する欄ねあの所得税額控除の計算ができればねすぐそこに飛んでね、えー、合計額を記載することができたかというところとまあ外税控除に関しても今回はねあの問題の中に控除限度額をいくらにします50万にしますよということでね指示がありましたから。あの 計算がね判断して計算ができたかというところですがまあここはのちょっと、ね、外税控除のところに関しても,もう難しいところだったということでランク付けいきましょう問いの1のですねちょっとアップしていった方がいいですかね全体を写した上にしましょうか、えー、回答用紙の3ページ目というところにですねちょっとね入れさせていただきました。 まあその、ね、C 株の15万を入れるところそれから器具備品、ね、J のところはもう C ランクと後のところでどれだけ取れたかとそれからちょっと続けて隣のページ租税効果のところはすみませんあの、うん、取りたいところかなということでランクとさせていただきました。 であの所得税額控除に関してはねあの取れるところかなということでもうここの合計額をと、ね、いうことなので合わせてですねあの A ランクとさせていただきましたがもうここの外税控除のところはあのちょっととても難しかったと思いますので時間内に判断することも含めて、ね、えー C ランクという形で入れさせていただきました。ででは続けてですね問いの2番 見ていきましょう。画面の方も問いの2の問題に切り替えさせていただきます。控除対象外消費税のね問題でした。ですがあのこのこのこの法人税の内容の控除対象外消費税に関して、こうよりこう同じ消費税の知識も入ったところでよりしっかりとね。えー 理解が進んでいないとねなかなか難しい内容では内容だったのかなというふうに思います。というのはあのね日頃の計算の中ではやはりも法人税の問題ですから「あの控除対象外消費税はいくらいくらです」ということで上がっていてそこからですよね調整の計算をしていくという練習をずっとしてきていましたのであの自らこう控除対象外消費税額を計算するということがあんまりない ね、あの練習の中ではなかったのでそこがあの難しく感じさせてしまうところだったのかなというふうに思います。ね、理屈をちゃんとね、あのー、理解ね、えー、していないとちょっとね解くのが難しい問題でした。ですからねあの本当難しい問題でした。 で資産にか、ね、かる消費税の、ね、計算をまずはしなさいということでちょっとこの表にですね今度画面を、ね、切り替えさせていただきますがこの判断じゃなかったでしょうか下から3つ目、本社の通信機器の、ね、取得のところこれ消費税額と地方消費税足すとねえちょうど、えっと、ごめんなさい20万なんですよね。 するととと、うん、万かということで,です、ね、こう判断してパッと行ってしまってはいけなかったと控除対象外消費税はで、えっと、今回、課税売上割合が35%ですということで、ねえー、問題、えー、の注意事項の中に2番目にありましたから1零0 3 5で0.65をね、えー、乗じたこの危機。 本社の通信機器に関してはつまりは控除対象外消費税は13万としたがって20万未満で損金参入という判断、まあ、そういう判断をですよねご自身でその控除対象外消費税を計算した上でね あのさらにその後ね、えー、損金参入限度額を計算して損金参入額を計算するというステップでね、えー、計算進めていかなければなりませんでしたのでそこのところが難しかったところかなと。 で、えー、他ですね、判断ができたということであれば、この賃貸用住宅に関してはね、もうここにかかるね消費税が全額、から本社の建物付属設備に関して、えー、3つ目のね、資料の3つ目のところですよね、あの1マイナス0.35下、つまり0.65をね、乗じた部分に関しては、控除対象外消費税でと、ね、いうことで。 計算を進めてさらに進めてね、えー、損金三損金負債入額を求めていくことができれば良かったところでした。からまあ交際費に含めるべきね、えー、控除対象外消費税額のところはねよろしいでしょう。続けて問いの三番ね見ていくことにします。グループ法人税制のね。 内容でその考え方税務上の考え方を頭の中でシュシュッと考えないでこう仕分けの形にして少し考えていきましょうというところにねちょっと今回こう本試験あの緊張感もありますから。 あのそこのやっぱりあの基本のところに戻って判断してそして税務調整ができたかというところだったのではないでしょうかね玉の中でピピっと考えたところであの寄付金,、えっと、金受贈益ね、寄付金受贈益の関係にこれがなっているこの一つ目の取引ですよね。というところに気がつけたかどうか。 というところがね、あの、うん、その時間内での判断というところで、いちいち仕分けはかけなかったよとねいう,うねやっぱり時間がね制限がありますから、ああということも十分考えられますし、そこのところがですね少しねあの難しかったところかなというふうにも思います。そしてもう本当にね今回のこの試験の本試験の中での最大の級の難しさでしたよね。31年3月期の取引。 こちらに関してのその x 社ね x 社に関してですがちょっとですね解説の解説のですね計算過程だけですけれどもさせていただきましょう x 社に関してはこれ完全庫法人株式の簿価修正を行わないといけないという話が実は税法上あるんです というのは今回のようにその寄付金受蔵益の関係でその個法人が完全支配関係のある他の法人に対してね寄付金を支出していて。 つまりその資産を流出させるということによって、親法人がその後,後、個人株式を低い価格でね譲渡するなんていうことによるね譲渡損の計上というような、この租税回避行為、これを防止する趣旨から、この調整をですね別表後で行わないといけないんですね。 つ、ね、まり、親法人が、その,、ね、その後に個法人株式を低い価格で譲渡することによって、譲渡損の計上をするというような租税回避行為を防止する趣旨からね。ですが、ここはね、触れてはいませんでしたので、この調整をした上で、この B 社株の売却益の計算をしていき、そして会計上の、ね、内容と比較をして、調整をね、税務上の調整を、ね、していかなければならないと。 いう判断ですからまあここはむ難しかったということで、ねえー、見ていただければと思いますでは法人税法はね以上としまして続けて所得税法を、ね、見ていくことにしましょう。あ、でごめんなさい、ランク付け、ね、失礼いたしました。 今日はねランク付けを示させていただいているので問2とと一気ににいいう形にさせていただきますで控除対象外消費税のところやはりねこの控除対象外消費税をご自身で計算してくださいというのは難しかったですからね a C ランクとさせていただいていますからうん交際費のところは A ランクそして今のね、えーこあのー、グループ法人税制のところもね 一つ問いの一のところのあの寄付金受増益のところは。あのいつもの考え方に戻ってできたかどうかというところでの。えランクというふうにねさせていただきました。だ <laughs> もう問い二の方はね。まああの全部 c ランクともあの迷ったんですけれども。あの b 社における申告調整だけは b ランクとさせていただきました。 失礼しました。続けて所得税法のね問題見ていきましょう。あの総合的なお話を先にさせていただきますと、今日の最初にお話をさせていただきましたが、うん、あの点数としてはあの消費税はちょっとねこの後またね話しますけれども読みづらい資料も多い、まあ、所得税も多いんです。でですがその難易度っていうところからこう見ますと、うん、所得税法で 5点は超えて7点稼げると良かったところではないのかなというねあの見立てです。で、えー、もうね、まあ、全般的な注意事項のところは。 いいいい読んででたたただだととうことで進めさせていただきますで、えー、2番のね、この河のね、えー、内国法人、円書店の勤務に関する事項のところで、少しストックオプションの今度は、その所得税側のね、あのー、考え方が聞かれていましたので、うん、えそこのところですよね、さらに資料を読み進めていって、 価価格格とと市場価格とですよねごめんなさい読み落としの、ねえー、内容にですね、この括弧の4の特に資料のところですよね、ここをきちんとね、えー、読んで、ストックオプションに関しての給与の、ね、収入額に関して計算することができたかというところがね1つポイントだったのかなと思います。からさらに譲渡を、ね、しているという話が、ね、続けてありましたので、ねえー、そこのところですよね。えー 上場株のね上等ということでね計算ができたかというところでした。から退職に関してもあのー、えっとごめんなさい過去、えー、の5番のところね退職に関しても。 あの退職所得控除額の計算で2分の1しないでね計算することができたかというところがね、一つポイントでした、まあ、ちょっとね、あの飛び飛びで給与と、それから株の譲渡と、 退職というところのね内容をお話しさせていただきまして続けてコンサルティング業に関する事項ねこちらがつまりは事業所得のね内容のところでした。でごめんなさい先ほどのあの退職で退職、えー 所得のところですけれども、あの2分の1しないでね,ね申し上げましたけれども、つまりはそのね特定役員退職手当の場合ということで、ですね、うん、これが、えっと、15本試験で出たぶりだったんですね、4年ぶりの出題で、ねえー、こちらの内容があったということでした。前後してすすみませんコンンサルティング業です、ねえー、事業でね事所得の計算ここも、ね あの今日も最初に申し上げましたけれどもこの括弧の4の資料の、ね、交際費のところは,、ね、あのなんかはんえ法人税と同じように判断するのということでね難しかったですねあの。そういう話は所得税ではないんですそれをこうちょっとあの実務の知識ということでね知っていないとここはもう本当に難しかったですので、まあ、あのここができなかったからということではね持ち込まないでください。 であのここもねあの今回回答欄としてその減価償却費以外と減価償却費ということでありましたからあもう減価償却費は取るぞということでねもうあのここの判断ができなくて括弧の、ね、5番のところで減価償却費特別償却は考慮しないものとするというねこの名を書きをよくね読んだところで、ね、計算ができたかどうかというところ。 ただまあここはそこが読めていれば、まあ、その中古の自動車の対応年数のね計算等はありました。けれども、取りどころでもあったのかなというふうに見ます。これ不動産所得もね。なかなかあのこの時間内で読みづらくてというところがありましたよね。あのこの建物の減価償却に関してのあのね。カウント。これもあの大変でしたので、ここのね。不動産所得のところもまあ総収入金額のところがね。 まあ、分かってもというところで、えー、こう時間との兼ね合いでできたかどうかというところだったのかなというふうに思います。まああのもう事業のところは飛ばしてということで不動産所得のところで、ね、取られた方もいらっしゃるかなというふうにも、ね、思いましたのでそのようなランク付けをさせていただいていますますた後で、ね、お見せします。 からあ5番の、ね、所得の金額の計算に関する条件以外の事項のところは雑所得1位所得ということで判断をしてもうここは取りたいところだったんではないでしょうか。でえー、以上ですよね でちょっとね、先にランク付けの方うを示、ねえー、させていただきますけれども、うん、なかなかこうちょっと事業所得のところが、ねえー、取りづらかったのかなということで事業所得収入のところ以外は B ランクにさせていただいたのと、うん、あの今、ねえー、改めてこう不動産所得のところもその時間内にということを考えると、ねえー、少しこう文章を読,み読むのがあ読みづらかったところはありましたが7点欲しいなというところを 考えるとということで、A、ランク入れさせていただきました。で、あとは今回あの所得控除に関してはね。あの扶養控除のところだけですよね。長女の方に関してで、ね、長女兵ですね。に関しての計算。 ね、だけということで、まあ、あのそこのところもやっぱりこうあの妻に関しての、ね、最初の注意事項のところで、ね、判断ができてその青線だ青色線事業専従者ねというふうに書かれていますのでもうそこでスパッと判断して長女に関しての計算ということを、ね、進められればできたところですしから他の,、ね、あの所得あの控除の合計額がありますからとすると この分離課税のところの計算は所得が求まればできるというところでね退職に関してはその A ランク、ねえー、土地建物の譲、ね、渡の所得税に関しては B ランクということに、うん、ちょっと厳しいかもしれませんがさせていたただきましたでは最後に消費税を見て終わりにしていきましょう。 ねえー、前年とあの同じようなというところは一つはやっぱりその問題文の,、ね、あの構成あの後から見るとねああのちゃんと分けて話をしてくださっていて例えばそこのところでごちゃ混ぜになっているとかねあの言うことはなかったんだなあの非常にその点においてはあの素直にあの読み進めていって回答していけばいいんだな とね、えー、いう感じではあったんですけれども、まあ、何せ2時間という時間の中でこの消費税に入ってですよねそして今回は回答として求められていることも部門別、ねえー、でもありましたしさらに 課税収にかかる消費税に関しては税込み額で答えてくださいねいつものあ1百0分の6.3をしないというところもやっぱりあの本試験ですからそこでぐって皆さん緊張されたと思うんです。 ってね、ちょっといつも通りじゃないというところってね緊張するじゃないですかですのでそこの緊張したことによる萎縮でですよねあの少しこう、あのー、ペンや電卓が進まなかったと、ね、いうことはあの考えられるのかなというふうにね思います。 そして、えー、では、ですね、えー、少しこの不動産賃貸業に関する事項というところでね少しここで読みづらかったところはあの保証金ね保証金受け入れ額、こちらに関してあの課税なのかな非課税なのかな。 から、いくらなのかなっていう判断がね、あのちょっとあの難しかったかなというふうに思いました、それからあ次の、ね、ページに資料として入らさせていただきまして、この社会福祉法人へのね建物の賃貸料、こちらの判断に関してもね、課税かない課税かなというところはね、少しあの難しかったと思います。販売目的ののの装飾品を加工すするための作業場ととということでありますから課税産の譲渡等とね、えー にのためのですよね。えー、その作業場ということで判断がね、できて。風売上げの方に入れることができたかと。えー、この判断は難しかったのではないかなと思います。それから、あの売上げだけということで、えー、問題は次のページに行きまして。この電気、えー、器具卸売業のね。えー、方の。 この取引に関する事項のところもね、えー、2つ目の売上の次の資料のところに役員のみなしとの判断の、ねえー、をする必要があったところ、ね、やりましたからここがね判断ができたかどうかというところがポイントではなかったでしょうかあとはね、まあ、非課税売上のところはね、えー、よろしいでしょうそしてその課税仕入れの計算のところに関してもね あのそれぞれえも別にということでですね計算をしていただきたいということでありましたが税込み額を答えていかなければならなかったというところでの萎縮はあったというふうに思います。 課税仕入れのところ非課税仕入れのところに関しては、うんあのーね、分量が多かったので判断するのが時間内に判断するのが大変だったというまでで改めて、ね、あの読みいただくとあの判断はできたところなのではないかなと、ね、いうふうに思います。そして ごめんなさいこちらですね、えー、電気器具卸売業のそのね、えー、経費等の資料のところでねあの販売奨励金からあ売上割引という資料があ、ね、りましたからあそこからですよねあのの対価の変,換ごめんなさい変換と対価にかかる税額の計算、ねえー、こちらを答えることができればねよかったところでした。から貸し倒れの事項に関してもね もうここも読めたかどうかは時間との兼ね合いではなかったでしょうか。 から転用に関しては、ね、転用は転用ということでですねあのこのね6番目の資料のところにあ、ね、りましたので、ね、そこからですよねあの転用に関する計算があ、ね、できればよかったですがあの年数のカウントもねもうこの時間の中で、ね、非常に難しかったと思います。から間私すみまませんあの解説飛ばしましたけれども どこを飛ばしたかちょっとランク付けと合わせてこの消費税額の計算のところもね課税標準額に対する消費税や控除対象仕入れ額にね、えー の計算ですよねここを私ね、えー、今飛ばしましたけれどももうここはもうこの2つはちょっととても時間内にはもうね難しかったということでねあのもう一回解き直しをしてみたいという方においてはあの計算式解説の方に入れさせていただいていますのでそちらと照らし合わせてみながらですねあの確認をしてみていただければと思います。ではは消費税の方の方ねランクも、ねえー、全体がまずは見れるように 移していきます、まあ、売上割合の計算の不動産賃貸業の課税売上はもう難しかったでしょうそれが非課税のところはね共に両方の部分で取りたかったところではなかったかなというところそれからその税込み額っていうところでねまあの萎縮はしつつもまあのその中でもということでのここはエランクなのでそのように見ていただければと思います ですから実際取れたというところはねこの非課税のところそれから下3つその5点かなというふうに思うんですこの非課税のところそれからこの下3つねそこの5点というね、えー、意味で5点 というふうに最初ですね解説の最初で申し上げたのはそこがねあの根拠ですですのでねあの他にランクがあるということでねありますけれどもあの改めて見るとねあのここ数字は出せるというあのところであの本試験というその2時間という中でね取りたいところでもしここのね転用が取れなかった そ点用のところがちょっと取れなかったという時にじゃあその5点はということでいくとこの A をつけさせていただいたところのいずれかで1点ということでの5点になるのかなということでですねあのそのような意味でのランク付けというふうにお捉えいただければと思います。 から最初にすみません、今、思い出して申し訳ありません、難しいと申し上げました、消費税ね、あのリースのね、えー、ところ、ソフトウェアのリース量をね、あの総額で判断するっていうところがね、えー、っと本当に前後して申し訳ありません、問題でいきますと19ページっていうところですねで、ちょっとランク付けをもよろしいですかね,ね、問題の19ページのところですね、ここのね、ソフトウェアのね、リース量のところの判断も難しいところでしたので、 そこはあのできなくてもね、大丈夫だったのかなとね、いうふうに思います。以上ですね。もうあの租税に関しては、本当にこのボリュームと。それからもうえらい難しいというところを。 パッとね潔く切り捨てていかにねあの取捨選択ができたかカメラ切り替えます、ね、取捨選択ができたかとね、えー、いうところがやはり本年においても勝負どころでは勝負どころであったのかなと、ねえー、いうことで、えー、19, 19年ですねの公認会計士試験の論文式試験租税、えー、法の回答解説講義をこれで終了とさせていただきます、えー、皆さんお疲れ様でした